俺の名前は小峠兜。心鉱山、人はうまく回ってんのか？問題ない。海外出張もこなすグローバルなアラサーの極道だ。今、暴対法というお上の締め付けがきつい。兄貴、あの風俗は新規店舗っすね。森台取りますか？ああ、この地区は天王組が仕切ってると理解させろ。極道はしのぎを削られ続けている。店長、ここで商売するなら天王組に一言ないとねえ。なんだお前らは。森代を払えばケツは持ちます。その子らも安全ですから。今までのしのぎをやるだけで背負うリスクがでかくなっているんだ。警察に言うぞ。暴対法で困るんだろう。なんじゃてめえ、指から口生やすか、こら。双岡、やめとけバカ野郎が。仇がも分かってやがる。殺に駆け込めば組ごとやられることを。回収は俺の責任だ。少ないと凄まじいプレッシャーをかけられる。今月の上がりはこれだけ？お前これで息できると思ってんの？すいません、森代用様々な店が断ってきやがりまして。そんな言い訳が小林の兄貴に通じるわけもなく。許さないかな？削っちゃうかな？殺しちゃうかな？なんとかします。俺はカンナで軽く削られた。どっかで聞いたことのある店舗でギャグを言いながらだ。極道が生き残るためには新たなしのぎを開拓しなきゃならないわけだが、カンナで削られまして。君の組は珍しいことが起きるな。しかしそんなものがホイホイ出てくるなら苦労なんてない。そうして金稼ぎに四苦八苦していると組長から呼び出しがあった。わなか、小峠、大きなしのぎをやってみねえか？大きなしのぎですか？晴天の霹靂です。部屋に入るなりそう言われ、俺は戸惑った。今回は海外での仕事でな。お前ら二人とも英語はできたな？はい、英語ならば。まあ少しはできますが、わなかの兄貴は日本刀販売のビジネスで英語圏を相手にしていたからな。実は俺も日常会話程度なら英語を話せたりする。小峠、アメリカンマフィアと取引だ。お前が英語覚えて通訳しろ。はい。きっかけはペーペーだった時に野田の兄貴に押し付けられたことだ。その交渉で僕が話せなかったら。ああ、もちろんその場で殺す。覚えないと確実に殺される。というわけでマフィアとの直接交渉までの数ヶ月間、まさに死ぬ気で英語を覚えたのだ。そういうことならば納得がいった。それでどんな仕事なんですか？そいつはな、金を密輸してくるのよ。なるほど、尽力させていただきます。俺は降ってきたチャンスをものにすべく日本を立ったのだ。実はフィリピンというのはアジアでも有数の金の産出国なのだ。年間に約18トンも金が出ているんですね。金で仲間を作ると失敗する。仲間と金を作ろうとすると成功する。どう？わなかの兄貴が突然知るほどいいことを言った。こうして俺が降り立ったのはフィリピンだった。やっぱりこっちは暑いですね。しのぎの関係で年に数回は海外で行くが、やはり異国の空気というのは慣れない。そうして現地についてさらに驚いたことは、遠路はるばるよく来てくださいました。天外飛臨、遠く離れていても君らのことを思っていたぞ。うちの組がフィリピンの金鉱山に出資しているということだ。この国の大きな鉱山は世界各国の企業が鉱山開発を行っている。社長、金を掘らないんですか？金を掘るにも作業員が足りないし、もうお金もない。しかし田舎などの中小規模鉱山は手付かずだったり金欠なところが多いのだ。おやっさんはそんな風にあえいでいる奴らを狙って金をぶち込んだのだ。上がりは7-3だ。嫌ならこの話はなしだ。わかりました。もちろん相手の足元を見てこちらが有利な契約を交わした。投資といっても作業小屋を作って近隣住民を工夫として雇えばいいだけ。あんな子供まで働いているのか。小さな集落は貧乏だからね。村人総出で働くのも珍しくないさ。日本では想像もつかない話だ。基本的のこの山の金の発掘作業は砂金が主となる。やった、砂金あったよ。赤道青山、小さな努力が大きな目的を達成するんだ。土砂を洗い流して砂金を見つける。超アナログな作業で金を集めるんだ。もちろん作業員一人から取れる量はごくわずかだ。これが今日の分の上がりですね。おお、塵も積もればというやつだな。しかしそれも数百人となればこの通りバカにできない。こうして集まった砂金だが、このままでは価値が少ない。こいつをインゴットへ加工してくれ。あいよ、任せておきな。なので専門の業者へ持ち込んで金塊へ加工してもらうのだ。この大量の金はまともに日本へ輸入すると莫大な税金がかかる。できたぜ。税関でヘマはしないこった。もちろんだ。なのでインゴットをキャリーケースなどに隠し、不法に税関をすり抜ける狙いだ。ここまで準備が整えばようやく物を日本へ運べるようになる。だが日本の税関は甘くねえ。馬鹿正直に空港を通ればあっという間に豚箱だ。
現に数年前には360キロもの金を密輸しようとした韓国の奴らが捕まっている。おめえ、なんじゃこりゃ。奴らは機械の部品に隠すなどの手を講じていたが、税関の連中はそれでも見つけたのだ。というわけでもちろん一計を案じてやる。おう、はるばるよく来てくれたね。よろしくお願いします。まずは SNS などでアルバイトと称してフリーターや学生を集める。そして土産に偽装した金切りのケースを渡し、じゃあこれを日本にまで持って帰ってくれるかな。はい、わかりました。彼らに対し小分けに持たせ日本まで運ばせる。日本の税関では金が一定量を超える場合、持ち込むと税金を取られる。あなたの持ち込んだ金のアクセサリーですが、税金を払ってもらいます。嘘。金の価格に対して 8% が支払い額だ。 8% ってのは1億円分なら800万だ。だからバイトに隠させて持ち込むわけだ。小峠、アルバイトを信用するな。太古から金は人間を狂わせるものだ。了解しました。まあバイトは何を運んでいるか分かってない奴もいるがな。こうして再び日本の土を踏んだ俺は、運び合いにした学生たちから金を回収した。お疲れさん、何かあったらまた頼むよ。ありがとうございます。報酬は1キロ2万円。旅費も後払いなので、自腹を切ってる奴らはまず逃げない。万が一持ち逃げしたとしても、金には GPS が仕込んである。坊主、ご苦労さん。ゲームオーバーだ。欲の皮が突っ張ったバカは、不幸な結末が訪れるというわけだ。今回極秘に日本へ持ち込んだ金塊は合計で50キロ。価格にして3億7500万だ。本来なら税金3000万だからな。この金額はでかい。密輸で後ろに手が回るリスクを取ってでもってことだ。幸い今回は欲に目がくらんだ間抜けはいなかった。よし、ちゃんと全部あります。うん、無駄な粛清をしなくていいな。無事ミッションを達成した俺たちが組へ凱旋しようとしたその時だ。目の前に鉄パイプなどで武装したハングレどもが現れた。兄さんたち、いいもの持ってるんだって。ヤクザって大変だよな。物をぶん取られても殺意言えないもんな。運び屋の中の誰かが情報をリークして口車に乗ったバカどもか。だがこいつらも本当に間が悪い。一緒にいるのを誰だと思ってんだ。俺らは武道派の雷神じゃ。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。5秒だけ時間をやる。お前ら自分の両腕に別れを告げろ。雷神北京原人、お前はダルマ。うわぁ、口車に乗ったお前もダルマ。わなかの兄貴は狂人。両腕を切ると宣言しておいて両足も切っちまった。そしてその足でおやすさんの元へ帰った。よくやった、わなか小峠。ありがとうございます。当然のことです。今の日本には資産を金へ変えたい金持ちは多い。こいつは組を潤してくれるだろう。あと奴らへ情報を売ったのはやはりバイトに雇ったフリーターだった。電動釘打ちで徐々に死ぬ。分け前を狙っていたそいつはとびきり不幸な結末を迎えることになった。自分の分をわきまえていればただで旅行もできる美味しいバイトのはずなんだがな。俺らはメンツが命だ。舐められちゃやるしかねえんだよ。随分俺も血塗られた男になった。もうこの修羅道を突き進むしかない。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。